はいどうも。髪を切ってお米みたいになってしまった須藤です。今日はですね、久々にちょっとドッキリをやろうかと思いましたね。今日の内容はですね、まあ1週間に1回第2グループで全体会議があるんですよ。でね、その全体会議で僕が西尾さんがね意見したことに対して全部否定し続けるんですよ。したら西尾さんどんな感じっていうか、もうどんな感じになるんですかね、マジで。切れるんですかね。もう全、西尾さんもうの全ての意見をもう全否定。もうだから、例えばだけど、なんだろうな、なんか、サブちゃんの企画で、なんだろう、なんか、料理対決とかどうって西尾が言ってきた時に、俺が、料理対決はつまんないでしょ、みたいな感じで言い続けます。それをちょっとね、撮っていこうかなと思うんで、こっからちょっと今日はちょっと別撮りで撮ってるんで、その撮った動画を今からお見せします。ご覧ください。さあ、まあ週1毎週定例会議ですが、モーターサーバーの IoT をなんかアプリでなんかやんないといけないらしいんだよ。設定するともうそこから永遠に届くらしいんで、それをやってほしいのと、あともうあれだよ、もう俺も総務部だろもうあと1個しかないからね、水は。俺も整ったお前捨てたから、水マジで減り早いんだけど。もうええやもう在宅組がもうおとととととってすいません、あなたでしょ使わないでってこと。え、使わないでってこと。トライはほんとそういうことしてると、お前1日ご飯、1日ご飯やったらそういうなんか制限ができちゃうから。そんな歌詞ある。いやマジでもなくなったよ。早い、マジ早い、一瞬で消えてる。でもね、結構カップ麺、でも気づいた、あそこカップ麺使うと結構なくなるよ。いや、飯尾とか結構カップ麺使ってるとことか見かけない。いや、使わない。え、上でしょ。うん、一回も使ってない。いや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 、待って、お前だって待って、これ完全に嘘でしょ。え、一回も使ってない。らしいですよ。いや、飯尾は使ってないよ。使ってたこの見たけど、使ってない俺一回。上ででしょ。それ俺だよ多分。お前だっけ。俺だよ。これは申し訳ない。お前だよ。俺は申し訳ない。お前全然飲んでねえじゃん。お前じゃ水ほぼ消えてる。だから俺が一回だけやったんだよ。須藤がマジで9リットル飲み干した。飲んでねえよ。俺が一回カップラーメンやったら結構減る量があった。ちょっともう書き出しね、なんかめっちゃ長いんだよね。1時間ぐらい変わってんだよ、30分の動画で。西尾さんのパソコンにもやってもらうしかないんじゃないですか。いける？別にいいですけど。頑張ってほしいな。え、何言ってんだよ。何、パソコン言ってる。いや、夢のパソコン言ってる。いや、じゃあ、まあ、違う。岩田言ってるよ。西尾さんとパソコンに頑張ってほしいな。いや、俺のパソコンで1時間かかってるから。だから西尾さんのパソコン、コスプレだな。だから書き出すのは、そうそう、西尾さんで、後で。それを俺に言うべきだろ。上に向かって言ってたよね。ああ、頑張ってくれねえかな。まあ、やってくれ。まあ、西尾さんのパソコンってわけでもないしね。買ったからね。あれじゃあ俺のパソコンを使いたいんじゃないの。だから加藤どうなってんだよ、サブ。いや、加藤やってるよ。ちゃんとやってんのか。うん、まあ今相手、今日取ったものを加藤に渡すって感じで。なんか、どうやら、いいいじる始めらしいですよ。ほんと？ほんとっすか、西尾さん。いや、もうね。お前のフォーマット話してるときに、まあ、なんか重すぎねえかって話は出ましたね。あ、でもちゃんと真似られてるからね、一応。え、加藤でもあれ以外なんか作ったの。宇宙。あ、宇宙作ったの。宇宙は一番最初。宇宙加藤さんの最初の作品で。いや、マジで。いきなり宇宙作って。西尾さんが今教えてくれてるんでしょ。まあそうだね。あ、そうだな、加藤の、まあ、なんかその工程みたいな、なんか これから覚えてった方がいいみたいな。ああ、ちゃんとできてる。細かいのは分かんの、ちゃんと。まあそれはまあ西尾さんに教えてもらったら。もっと大雑把に教えてあげた方がいいんじゃないですか。いや、大雑把読むリストはでも最初まずダストマンさんやって。ああ、そういうだから、そのなんかあのロードマップ、うん、こういうふうにやったらこんぐらいにはこういう力つったら、うん、ここ、ね、俺のとこまで来いよ。嫌な言い方するね。後味悪い。細かいと分かんないからね、加藤君も。そうですね、まあ、まあそこら辺はなんか一応頑張って進めていきたいですね。まあなんか、まあ、こういうやり方だったらなんかまあ覚えやすいよみたいな感じでやってくれてるの。心強いね、やっぱ。いじめられたらちゃんと言えよ、俺に。いや、僕の師匠なんで。なんで俺がいじめる前提なんだよ。これはまあ、じゃあ動画成長しちゃったら西尾さんのせいになる。西尾さん弟子ですからね。別にいいよ、別にいいけど。大丈夫お前、そしたら達成したらどうぞ。いや、まあまあ
まあ、加藤、西尾 VS 俺の戦い。お前、ここだぞ、お前。やってこれんのかと、俺に対して。戦える？まあ、最初、須藤に教わってて、今、西尾が教わってる。どっちがこう、やりやすいとか、分かりやすいとかある？なあ、西尾さんの方が熱いっすよ。教え方がなんか、熱い、まあ、熱いって。何のでもないけど、やめたら。丁寧言葉じゃないけど。丁寧っていうか、なんか、分かりやすい。うん、要するに暑いんだね。もうやだ、教えてくれるよ。いや、まあ、ちゃんと教えてくれるよ。良いが感じられるんだよ。ルンバからちょっとはい、まあ、寝てる人へなんだけど、うん、布団とか毛布は起きたらちょっと畳んでほしいなっていうのがあって、うん、ちょっと西尾さんとかね、うん、めっちゃ使ってる。西尾さんがめちゃくちゃ使って、俺結構畳んでないから。いや、見たことないな。は？なんやこいつも。こいつも西尾さんで、ね、でもね、一回俺見たけど、起きたらちゃんと自分が寝てたところにファブリーズして、うん、畳んで。あ、本当？してたから。あ、本当に？わかんない、それは俺が見た時は、ね。今日は？まあ、今日はやってないけど。今日はダメでしょ。今日はなんかもう誰もやる気になるの。やる気。違う。見られてたね。そういうことか。引き継いで。あのね、今日俺寝ようとしたわけよ。うん、寝るとか寝てたんだけど、寝る前からもう散らばってたから、もういいや。ダメだろ、マジ、これマジ。ネタとかこれはもうね、あの、俺は元から綺麗だったら綺麗にするけど、元から汚かったら汚いままにする。誰かが汚くするなら、自分じゃ汚くしますよ、そういうこと。すがすがしい、くらいな。そうだ、すがすがしい。やだよ、他人の尻拭いはしたくないよ。それはよくない。でもまあ、せめてさ、自分がさらに汚した部分はあるから、そこぐらいは戻さない。やめろ、ハムレーズ。よしよしよし。ということで、あの、布団はしっかり畳むように。出たよ。で、あと、静かに。お前だよ。本当にもう、お前のこれだよ、マジで。本当にタバコを吸ってた。窓さ、開けるとき網出してって。あと、窓開けるときに網で押してって。何しないの？なんで今、杖が入っちゃったの？安西しないんだよ。安西、マジ網戸しないんだよ。いや、でもね、それでね、虫入ってきてから気をつけるようにしてね、最近ずっと閉めてる。ちょっとやめて、マジで。気持ち悪い。何もないよ、もう今。じゃあ、広げんなよ。なんか。ここでやってるだけでよかったもん。広げんなよ。なんか、また注目度集めちゃって。いや、西尾さんがなんか俺に全部集めんなよっていう、なんか、変な言い方してきたから。いや、こうやって、いちゃってたんだよ、こうやって。なんか、やばい、毒殺者みたいな言い方してる、こいつ。なんか、またこうやって、もう、毒殺者なんか言われたことないですよ。まだ言って、また盛り上げようとしてるだけだよ、女。ちなみにルンバで何か要望ある方逆にありますか？物、アイテム的なってこと、うん、でもいいし、なんかこここうしてほしいみたいな。まあ、ちょっと匂い問題ですかね。臭い。西尾さん大丈夫ですか？着替えて帰っちゃうか？西尾さん臭くないですか？ちょっと一回匂い、匂いで見せて。あー、まあちょっと汗臭いっすね。あー、別にいいよ、俺は別にいいよ。あ、今日家帰ったんだっけ？あ、泊まってた。泊まってるな。2日以上はちょっとなしにします。さあ、朝来てんの俺。朝から来てるから俺。いや、うん、あと1個あった。ねえ、まずさ、朝から来てたらどうすんのこれ。まあ、朝帰ってる人はまあ許す。謝ろうか。いや、謝んないけど許す。謝ろうか、仕方ないよね。仕事しに来てたからね。まあ、で、あと1個あったのが、鍵を渡すかどうかの判断。いや、渡したらなくすよね。いや、渡さなくていいよ、なくすかな。まあ、あと1年でなくなるしな。ナイス。あ、ここ多分どこ行って渡されないんじゃないの。お前、そのレベル。まあね、ちょっとね、そこをちょっとこれからの課題に、ちょっと西尾さんがどう直していくかみんなで考えていくって感じですかね。いいだろ、今のままで。野球界かよ。西尾さん、ピッキングの技術とか身につけて、なんか、自力で開けられるようにしたら、ね、何なんかマグネットみたいなの埋め込んで、そこにつけとけば。ずっと紐でさ、ずっと巻いとけば。止まんねえな、止まんねえな。今、始まりだぞ。いや、2周目いくか。山田って宣言みたいな。まあちょっと玄関。ルンバ問題。あ、玄関、靴がちょっとまあで、下駄箱をちょっとまあ一回ちょっとほうきでまあちょっとまあ明日ちょっと昼ぐらいに、今はちょっと夜遅いんで入ってやっていくんで、まあ入れれるんだったらもう下駄箱に入れてほしいっていう、なんか入れてる人は入れてるみたいなんで。あとあの、そうそう、靴さ
一人一つまでにしようよ。あ、そう、ちょっとね、二所さんがなんか、なんだっけ、下駄と、わらだっけ。あ、わら、わら入ってる。わらのこと、あと、わらと、こんばんはの霊感さん。あのね、こんばんはの霊感さんとわらでいいよ。こんばんはの霊感さんの、わらでしょ。で、こんばんはの霊感さんも普通のあれ、下に入ってるから、あれは別に邪魔にはなんない。いやいや、下は邪魔なんだ。ほんと、見栄えとして悪い。あのね、ゲストが入ってきた時に邪魔。あの、見栄えとして悪いってゲスト来ないじゃん。てか、もうあそこギュウギュウになるから。まあまあ、別にやりますよ、別に。やってたしね、まあ、あとちょっと、みっともないんで、他の靴履いてきてほしいって。あのね、あの、だから誰に見せんの、これ。誰向けなの、こっちから。あの、ゲストだからゲスト来ません。見栄えが悪い。誰に見栄えよくするの。いや、だゲスト来た時にね。誰向け先からなんか。だからね、ちょっと、例えば。めっちゃもうつけたくてつけたくて、なんか無理してつけたじゃん。確かに激しいよ、ちょっと。違う、ね、玄関入ってくじゃん。入って入りました。入ってゲストが下見ます。ゲスト誰だよ、だから。じゃあゲストだとしてよ。誰よとか来るかもしんないって。じゃあここ半年間にゲスト来ましたか。加藤がさ、毎月作戦あげればいらん、あのね収束あげろ、収束ちょっと待って、待って、待って、ちょっと待ってください、待ってください加藤が、加藤ちょっと待ってください、あのもう、さっきからひどいですさっきからひどいですこれ会議ですよなんかもう、なんか今、心霊みたいなちょっと、ちょっと待って、待って加藤、どいたにからなんか、あの、なんだっけあの、アプリっていうかあ、トレロトレロだあ、それは普通にもうトレロにしてくれって。いやトレロはちょっと聞きたいわ。トレロ俺入れてないから俺も入れさせてよそれ。まあそれ後でね。あまあ後ででいいよ。どうせ結構省きがち。今やるとこう時間かかって無言状態。やってるからまあ。無言言ってくるやつ。いや無言後で送るから無言状態続いちゃうから今。お前が作業してたら。何でもしろとすんなよ。まあそんなことで。おわ、おわ。西尾さんもあと入るんだよね。当たり前だろ。入ったお前は感謝お前さ、よかったよかった。西尾さん日本語わかってるから。通訳いらないよ。じゃあ他は何かありますか。加藤は何か何。僕はまあ特にないっすね。永遠頑張っていくとかない。なんか自分のもなんか言ってみれば目標とかやっていくと。目標とか。なんかみんな。とりあえず謝罪してみた。不満とか。全員に。なんかないの。まあそういう会議だから。とにかくまあとりあえずまあ西尾さんの元でね。頑張っていくって感じ。はい。まあ怖いんだけどなんか。西尾さんが謝れ。まあ西尾さんの元でしっかり永遠頑張ってと。まあ西尾さんの誰か。怖いですか。怖っ。まあ皆さん頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや。声が良かったよ。お前のラストを俺が奪ってやったよ。すいません、西尾さん。あ、どうも。ちょっと。あ、こっちでいいや。どうも、サブチャンネルです。あ、なんかドッキリ？あ、ドッキリというかね、まあちょっと軽い。あー、なるほどね。何か分かりましたか？だからもう俺にめちゃくちゃ来るってことでしょ？あ、密着じゃなかったの、密着。いや、密着もあるよ。密着もあったんですけど、いや、本当は須藤が西尾にめちゃめちゃ突っかかるって動画だったんですけど、最終的に全員西尾に突っかかっちゃった。会議で出た西尾の意見を須藤が全員否定する。まあなんか全否定じゃなくてもう一方的に攻めたてるっていう。ただの攻撃でしたから。ちゃんと名場面のね、皆さん会議ですよ。しっかり会議ですよ。